ミーナ・ゲオルギエブナは、ロシアの皇族。ニコライ一世の彦で、ロシア皇女の称号を有した。ゲオルギー・ミハイロビチ大公とその妻マリア・ゲオルギエブナ、人の間に生まれた第一子、長女。ミーナは、サンクトペテルブルク郊外にある祖父ミハイル・ニコライビチ、大公の邸宅ミハイロフスキー宮殿内の、両親が借りていた翼で幼少期を過ごした。 ゲオルギー大公一家は1905年、クリミアに新しく建てられた小さな宮殿に引っ越した。ニーナと両親、そして妹クセニアは、イギリス式でギリシア語のハラクスという名前のついた小宮殿で静かな生活を送った。ニーナと妹クセニアは、皇帝ニコライ2世の下の二人の娘マリア及び、アナスタシアと年が近かったため、首都に出て、 彼女たちと遊ぶこともあった。1914年6月に第一次世界大戦が勃発した時、両親の不和が原因でニーナは母と妹と一緒にイギリスに滞在していた。母子は危険を犯してロシアに帰国することはせず、そのまま同国に泊まった。ロシア革命後の1919 19年、父ゲオルギー大公は他のロシア皇族たちと一緒に、 ボリシェビキ政府の命令で処刑された。ニーナとクセニアの姉妹は死んだ父を深く慕っており、父を見捨てた母を嫌っていた。姉妹は母から逃れたいと願うあまり、非常に若いうちに結婚した。ニーナは1922年、ロンドンで亡命ロシア人貴族のパーベル・アレクサンドロビチ・チャフチャバーゼ公爵と結婚した。チャフチャバーゼ公爵は、 グルジア系の大貴族で、最後のグルジアをギオルギ十二世の直系子孫であり、ニーナと同じように革命で父親を殺されていた。夫妻は1924年に一人息子のダビードを設けた。ニーナは1927年、家族と共にアメリカ合衆国に移住し、1939年にマサチューセッツ州ウェルフリートに身を落ち着けた。ニーナは、 芸術家として、夫チャフチャバーゼは、作家、翻訳家として、生計を立てた。一人息子のダビドはロシア語の知識を買われ、CIA の諜報部員になった。ニーナは1974年に、マサチューセッツ州ハイアニスで亡くなった。ありがとうございます。